はい、皆さんこんにちは。待ちに待った夜に組み立てる時間です。はい、これ一日遅らせなくてアベンジャーのね、動画を見てください。で、これはね、皆さん今ネタバレなしでやります。全くで別枠でネタバレありのラジオ公開で表裏ね、だから皆さん心配しなくてこれ聞いてください、はい、でネタバレありを聞きたい方は別枠でね、リンクありますからぜひ聞いてくださいということで、はい、いやー、とにかくね、何であろうと満を持して、ね、ハリウッドの一番いいシアターであるアークライトシアターのドームという一番でかいところの一番前の一番真ん中、もう最高のところで見てきました。1000人ぐらい入れるかな。すごかったね、超満員ですごい状態でした。まあそのね、実況をね、皆さんに伝えながら、これはネタバレなしでいきたいと思います。いいですか、みたいなネタバレなしだよ。さあ、それでは行ってみましょう。だから、あらすじもなし。いきますよ。はい。ジョリに首だけ。だから、あらすじ言えねえんだよ。で、ちなみになんで入れたんだね、シアター。え、何が？映画館に。あ、俺たちね、すごかったね、あれ入るときに。まずね、終わったばっかしの時に入って、次のシーン、待つ時の、中に紛れて入ってトイレ行って、うだうだしてたら、そのまま入っちゃって、チェックインしないで入れたの。だから、無料で見れるんだね、あれね。いや、うまくやってそういうことになっちゃうよね。そうなっちゃう、そうなっちゃう。確認とかなかったの。うん、まあね、とにかくね、すごい人出で、すごかったね。人気だね。久しぶりにポップコーン屋にあれだけ人の列並ぶのみたいな。すごかったの、人。さあ、それでね、早速ね、はい、話の内容に行きたいんだけど、ちょっと待ってね、はい、下に起こってるこれを撮りました。ほら、このさっき起こったやつ、はい、で、面白かった、どうでした？面白かった。俺ね、面白い反面寂しい感じがする。俺正直言ってね、はっきり言って、目頭が熱くなって泣きました、もうね、この映画に関しては今ここではね、ネタバレができないんだけど、最高でしたね。今までの俺の過去の映画の中で一番最高に感動があった、シーンがありましたね、まあこれでね、アベンジャーが終わっちゃうと思うとものすごく悲しくて、それがちょっと寂しくてね、ねえ、もうだからね、これ本当にね、なんだろうな、いろいろね、サイトの中出てますけど、俺はね、ネタバレしても関係なく面白いと思うんだけど、ここではネタバレしないけど、とにかくね、全編面白かった。面白かった。でさ、ほら、普通ね、映画が終わった後にエンドロールになったなんかあるけど、それがなかった。今回関係ないもう終わってるからね、終わっちゃったんだな。でもね、やっぱりすごいなと思ったのはね、何がすごいっていうのはね、役者の一人一人がすごい、いやすごいね、桁が違うね、やっぱりこれはね、日本の映画悪く言っちゃうんだけど、俺どうしても日本の役者とは違いすぎる。いや全然さ、もうなんだろうな、日本の一番すごい人がいて頑張ってもちょい役ぐらいしかできない、できなかったね、本当ね。だからその映画の中に出てくる人たちのことをちょっと言うとね、ネタバレになっちゃうからあれだけど、日本のね、役者も出てたんだけど、なんか日本では俺の大好きな、まあね、アクターだけど、やっぱり全然ダメだな。やっぱ桁が違っちゃうんだね。なんであんなさ、トニー・スタークと、キャプテン・アメリカの、ね、表情の凄さ。あとね、これはね、子役が一人出るの。子役の役割言えないよ、言えないよ、言っちゃったらダメだから、子役何人もいっぱいいたから、だから一人さ、すごいいい子役が出るんだけど、重要な子役、この子役がもう将来今出た時に、ハーマイオニーが登場した時と同じようなぐらいの衝撃あったね、衝撃あった、もう絶対将来のスターになるんだろうな、ハーマイオニーってすごく可愛くて美人だったじゃん、ちっちゃい頃から、そうじゃないんだよね、もう演技のもう塊みたいな子、すごい自然なのね、自然だね、普通の子供はああいう感じだよっていうのはよく分かってるというか、その存在がまた全ての中で物悲しくさせて、最後はもうまだね、よかったね。で、映画の中ではね、キャプテン・マーベルっていうのが出てきて、当然すごく強いじゃん、で強すぎるんだあいつ、映画の中でも本当強すぎるのね、だからその強すぎるんだけど、その強すぎる人間が最後のストーリーに絡んでないところもすごくよく理解できたね。やっぱりね、そのアベンジャーっていうものが最後に出てきて太ったね、3月にね、思い出したキャプテン・マーベルが仕切られないっていうところはすごい。そうだね。やっぱね、これはね、名作ですよ。だから、お金をかけただけのことがあって、お金かけた映画がなぜすごいかってところを全部見せてくれた。すごい、だってさ、前さ、年末かなんかでさ、アベンジャーのエキストラ募集ってクレイグスリストっていうのがね、出てて、来たね、エキストラが、500ドル5万円そういう意味で日本のエキストラってな、手弁当だけ5000円っていうのが普通で、弁当だけの場合もあるんだな、で弁当なしで5000円っていうのもあるの、だからそれでエキストラってね、集められるんだよ、こっち500ドルだから、何人5万円以上だよ、500ドルを何人で、それ
まあもちろんね、これはね、ネタバレだと思わないから言うネけタバど、レじゃないよ最ね。後戦闘シーンがあるんだけど、あすごいあ、ね。ああいうところで500ドル一人一人払ってんのかな。ああ、すだごいからな、あありのえ数。ないね、あれ。あの数500ドルずつ払ってんの。いやいすや、ごいまああれね。全部じゃない。あれはさ、要するに倍にも3倍にもするさ、手法があるんああ、で、そっか映像そっで。か。でもすごいね、もう戦闘シーンとか、どうしてさ、人が戦ってね、戦い合って殺し合うシーンにあんな感動しなきゃいけないの。もうすごい。でね、インフィニティ・ウォーっていうさ、前の作品の時にたくさん死んだじゃないか。で、当然映画の中であれは復活するってわかるよね。みんなね。復活するんだけど、復活のシーンが感動的すぎるんだよね。だから、もちろんこれはネタバレじゃなくてね、もうちょっとだけ、突っ込むと、要するに、復活させるためにしなきゃいけないことがあるわけだ。そのためにみんなが頑張ってやって、みんな努力し合うんだ。ね。あそこら辺もね、本当すごい。あと CG 技術がそのすごすぎて、なんでハルクってああなのかなって、これはもう意味深に言おうかな。ああ、そうね。もう、ハルク素敵すぎたね。素敵素本当素敵。敵すぎた。キャラがみんないいくてね。やっぱほら、いろんなシリーズあるじゃん、ヒーローものの。やっぱアベンジャー最強だよね。やっぱりみんなのキャラが立ってて。だみから、ずちゃん、前誰が一番好さ、き？あんな方。やっぱね、私ね、やっぱ特に好きなのはやっぱアイロンマンとアイか。ロンマンいいね。最近の作品のアイロンマンってさ、なんかさ、正義ぶっちゃってさ、よくキャプテンアメリカとロジャーとさ、よくあれ彼のぶつキャかっラじてゃたけない。ど、ぶつあかっれてたで彼しょ。のあキれャ嫌ラだっじたでゃしょ。なだけい。ど、今回なんか最高だね。なんであんなかっこいいんだろうね。本当。あれよく考えたら、ただの障害者でしょ？悪いわ。そうだよね。あれが何ですかね。まあ、だからね、今回は、キャプテンアメリカが、すごい主役であり、なおかつ、もう、アベンジャーのね、アイロンマンが主役なんだよ。それが分かった、二つのそうね、二人がね、ね、主役だっアたこメと。リカもかっこいいよな。かっこいいね、あれもね、もう、これはね、ネタバレできないからね、まあ次の時ネタバレ全部そうするんだけね。ど、でもあれヒューマントーチやってたと思えないの、役なんだっ者けとしてな。だからすごい、あれフが、ァンタスティックそうフそう、ォフーのァンタスティさ、ボールヒすューごマいントーチチャだとラ思い、えないね。そう、怒られてそうだもんね。だから、役者がみんなすごいのはさ、あれもそうじゃん、ガーディアン・オブ・ギャラクシーのチャラい男は、ジュラシック出てたジュラシック・パークのさ、あの男だよ。シリアスだったそうな、あのそう。時はね。だから本当に役者が違うん。だから、本当ハにリウッキドャのラね、変わ俳優っれてるね、ん俺ね、正直言ってさ、キャッスルで会ったね、ニコラス・ケイジぐらいだけど、あいつの変貌ぶりの凄さってのは、カード1枚引かした時からもう変わるじゃん。全然違うんだ。だから、あれ見た時に俺たちが次考えなきゃいけないのは、このままだと映画は、絶対マジックは映画に勝てない。勝てないから何とかしなきゃいけない。俺の代で何とかする方法を考えていかなきゃいけない。あれ見た時にさ、ダメージすごいもん。すごすぎて。本当にやっぱりお金をかけた映画の凄さ。だからやっぱりお金をかけるべきだなと思ったあの。と俳優さんの凄さっていうのが本当すごい。だからね、1年間500万で契約したっていう女の子がいたんだけど、俳優が。で、それだけに500万。500万だけでさ、1年間契約する映画監督、最低だよれね。はね、だっ最て低。さ、だって500ドル、エキストラが500ドルもらってんだよ、こっち。だから小川修斗をさ、5万円で毎日使ってるみたいなもんで、最低なんだ、そんなの。払ったからこそすごいわけだから。だから本当にね、やっぱり見たときに映画の質が違う。あれはアカデミー賞も何も取らないと思う。あんまりにもすごいから。ね。だからアカデミー賞みたいな、要するにさ、すごくさ、問題のあるような賞みたいなやつだったら関係ないけど。なんかね、あんま売れてない映画がそこ出そうるよそね、う。なんか映画とか。とにかく全員役者がね、立素晴らしい。あとさ、そのアベンジャーの時にさ、CM が流れるじゃん、前に。ってた。あれもまたさ、人気あるやつとないやつが結構はっきりしてるね。やっぱりみん音楽もな、ダメだったね。そう、楽しみにしてるから、みんなこう CM みたいに、わーだとからか盛ゴり上ジがラるのね。とメインブラックの新しいやつと、ああと、とスはター・ウォーズ X-Men、ね。スター・ウォーズスね。ター・ウォーズとか、ルーカス・フィルム出た瞬間、みたいになってたもんね。いや、わかるわさ、だからさ、いい映画って何かってことを考えたときに、なんかさ、偉そうなこと言ってるさ、映画評論家まがいのさ、ど素人が言ってることをさ、聞いちゃダメなんだ。本そう当にいいのね。はやっぱ、アベンジャー良かったの。やわばかりいやね、すいよ。本当に。まあね、皆さん、ネタバレなしにするのっていかに難しいかって。この後もう一つ一本撮りますから、これネタバレバリバリですから、聞かなくていいけど、聞きたい人聞いてください。本当に面白い映画です。もう僕はこれは、歴史上一番好きな映画の一つです。一つはね、もうダントツだね。もう劇場で目頭のハンカチ持ってっちゃった。ということでね、じゃあもうこれで僕の映画は終わったって感じですから、ね、また来週。
抜け殻でした。はい、それではさようなら。どうもありがとう。この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。